こんにちは、日野です。今日は2023年の8月の22日になります。今日も快晴です。今週の土曜日にですね、今週の金曜日、今日がこれ火曜日ですから、あともう少しなんですけれども、今週火曜日だからあと3日後ですか、水木金、25日の金曜日ですね、ズームセミナーがありまして、そこでカズタマセラピストの吉野内誠一郎先生にズームをしていただきます、ズームセミナーをしていただきますので、もし興味があればですね、また LINE かメルマガの方でご紹介しますので見ていただければなというふうに思います。で、カズタマセラピスト、カズタマレイワっていうね、こうポータブルの、商品があるんですけれども、それが3年ぐらい前ですかね、発売されてから今も売れ続けているというもので、僕自身も毎日のようにそのカズタマのカズタマレイワで作った水を飲ませていただいているんですけれども、とにかく潜在意識を、変えていこうということで、今回は金運アップの潜在意識活用法みたいなテーマで話してくださるということですので、金運アップに興味がある方はですね、ぜひ一度ご参加いただければなと思うんですけれども、金運アップということで、特に金運について、興味がある僕自身もね、すごい金運については興味がありますので、それに対して興味があればぜひ聞いていただければなというふうに思います。このカズタマレイワの水が、僕も毎日飲ませていただいているんですけれども、今隣に車が止まってまして、助手席からなんか視線を感じたので、一人で喋ってるとなんかおかしく思われるみたいな感じで、どうしてもこう人目を気にしてしまう自分がいるんですけれども、こちらはカズタマレイワの、水ですね。毎日作っておりますけれども、最近はもう1リットル2リットルか2リットルの水、ペットボトルをでこれ全部作ってます。で、そうすると毎日、本当は毎日ベストはね、毎日自分の状態を、その都度転写していくっていうのがベストなんですけれども、ちょっと面倒くさいというのがありまして、最近は2リットルの水で使って、それを何日か 3日ぐらいですかね、3日4日かけて飲み切っていってるという状況ですね。そのカズタマレイワに関しては、水を保持する力ってすごいありますので、特に電子水生成器アレイとか、アレイ水の電子水の水とかだと、こう1ヶ月近く経ってもですね、波動がしっかり保持されていたっていうようなことをおっしゃってましたので、だから、3、4日ぐらいだったら全然問題なく、全いいかなというところで、本当はこうベストはこう飲んでいくことに自分が変わっていきますので、その都度、作っていく波動水を作っていくっていうのはね、一ついいことなんですよね。だから一回一回、ベストは毎日作っていくということなんですけど、僕は面倒くさいというのも、ありましてですね、2リットルの水に作って、これを入れ替えてる、これに入れ替えてるという、これエンバランスのボトルで気に入ってるんですけれども、ここにCMC のビーズ、セラミックビーズなんかも入れてやっております。で、世界平和は必ず入れてますっていうことは前言ったと思うんですけど、世界平和とあと、6、7個ぐらい入れてますので、ここ欲張ってね、入れておりまして、その中に金運も必ずね入れてるという、非常にこうせこい、心根があるんですけれども、少しでもこう金運アップということで、
まあ、今回吉野誠一郎先生に金運アップの、まあ、潜在意識活用法みたいな感じで話していただけるということなので、僕自身もちょっと楽しみにしているんですけれども、金曜日の2時からですね、25日金曜日の14時から、あ、ごめんなさい、14時じゃないですね、今回はちょっと変則的で18時半からですね、夜ということで18時半から1時間半ぐらいを目安に、させていただこうと思っていますので、もし仕事終わりに、ね、時間がもしあるという方はぜひ聞いていただければと思っております。そういうことでカスタマ令和ってすごい活用できますので、まあ、1回を購入していただくとそれを繰り返し使っていただけるということで、僕自身も転写してないときはもうヒーリングをかけていますね。ヒーリングをかけて、かけっぱなしにしています。まあ、そんな感じで、いろいろ活用していただくといいんじゃないかなと思いますので、カズタマ令和についてね、興味があるという方は、今週ぜひ参加いただければなと思います。ということで、今回はですね、以上になります。ありがとうございます。